徴っていうところを出せたあの大会になったんじゃないかなと思いますよね、予選は、はい、とにかくリーグで言いますと4月18日、まあ、山口選手のフルスですからね、はい、そうですよね。そして前のドーグラスがボールを奪った、うん、ドーグラス左足かわして入るところを戻った西尾、いやよく西尾選手戻りましたね、諦めずに最後落ち着いてかわしたかと思ったら、まあ、西尾選手が外からねカバーリングしてましたから、はい、ここね、うん、フィールドプレイヤーはすべてセレッソ陣内に入っています。さあ取った古橋、古橋パスを出した、うん、酒井、うん、そしてもう一度シュート、うん、古橋来ましたね、4試合連続のゴール、まさにこの J リーグラストゲームでのゴールを決めました。まあ、少し引きながら中盤で引き出しながらここ酒井選手とのワンツーですよね。いやこれは見事ですね。まあ、最後のシュートも一つ間を置きながらよくコースキーパーの位置取り見てますよね。さあ立ち上がりは攻撃のテンポを出しているセレッソです。バーディチアゴ、ここもニアだ、その後ろから左シュート、うん、イークラーナイスセーブ、坂本の強烈なシュート、いやこれ強烈でしたね、まあ、このこぼれよく狙ってましたし、まあ、少しキーパーの正面には入りましたけど、ミートはしっかりしてましたからね。ちょっと見かけ、フラッシュ縦入れて中坂、奪った西尾から原から出そうというのがまた跳ね返ってきて、ドーグラス、ドーグラスのシュート、キム・ジンヒョン、よく前へ一歩出ました、キム・ジンヒョン、出るタイミングよく、もよくここね、まあ、イレギュラーで帰ってきましたけど、ここ、はい、よく狙ってましたね。スローインから深いところ、いや面白い、ゴール前ヘディングは飛び込んでヘディングをしましたが、加藤枠には飛ばず、高木からですかね、スローインの動き出し早かったですね、はい、高木選手、丸橋、ニア、佐々木です、もう一度丸橋、ゴールヘディング、同点、またまた劇的なゴール、セレッソ大阪変わった鳥海、挨拶代わりの一発です。見事にこけら落としでゴールを奪いました。大谷選手が当たりましたよね、もちろん J1 初ゴール、まあ、J1 初出身は取りません、初瀬、そしてここで終了の笛です、1対1のドロー。